皆さん、動画編集ソフトは何を使っているのでしょうか？僕は普段の YouTube は Final Cut Pro 一択。もちろんダヴィンチリゾルブもプレミアプロも最高の動画編集ソフトなんですけども、時短という一点においては Final Cut Pro が最高です。実際に僕は普段の YouTube を Final Cut Pro にしてから2時間かかる動画が45分で終わるようになりました。なんで Final Cut Pro が一番時短にいいのか教えちゃいます。どうも、ケイスケです。久々にサングラスを買いました。これね、イジプジってやつなんですけど、6000、8000ぐらいで買えて結構安かったんで、結構おすすめです。実はちゃんとしたサングラス買うの人生で初っていう。まあ、ちゃんとしたって言えるかわかんないけども、変更版もついていて、結構いいサングラスなので、おすすめです。最近結構ね、セレクトショップとかにも置いてある。で、このサングラスの話はさておき、今日は動画編集ソフトの話でございます。僕は、Final Cut Pro もプレミアプロもダヴィンチリゾルブっていう動画編集ソフトも、実は全部使っています。で、それぞれ役割を持って使ってるんですけども、一番時短っていう面で言うと、Final Cut Pro がやっぱり一番いいんですよね。なので、実は普段の YouTube、こういうトークの YouTube だったり、あとはまあ簡単な Vlog っていうのも、基本的には Final Cut Pro で作ることが多いです。ちなみに、今見ていただいているこの動画もFinal Cut Proでゼロから作りました。合計15分程度の動画ですが、編集にかかった時間は約1時間と5分程度でした。まあ、本格的なシネマティック動画を作りたいよっていう時とかは、ダヴィンチリゾルブを使ってもっと色をこうね作り込んだりとか、あとは、アフターエフェクトとかの CG を使う時にはプレミアプロを使ったりもするんですけども、まあ、それ以外はファイナルカットプロという形でやっております。で、ぜひみんなにもこのファイナルカットプロを一回試してほしいなと思いまして、今回はなんでこのファイナルカットプロが最高なのかっていうのをご紹介していきます。もう早速いってみましょう。ケイスケの動画で、まずサクッと Final Cut Pro っていうね動画編集ソフトについてなんですけども、Final Cut Pro は Apple 専用のソフトになります。で、はい、こちら僕が使ってるのは M2 Max の MacBook Pro っていうね、かなりスペックのいい PC なんですけども、こういう MacBook とか iMac とか、最近は iPad 版も出たんですけども、そういう Apple デバイスで使える動画編集ソフトとなっています。なので Windows の方はちょっとね残念ながら使えないんですよね。まあ、Mac、Apple 専用にはなってしまうんですけども、その代わりかなりね時短ができるというものになっていて、かつ確か今ね90日間とか無料で始められると思いますので、まあ最初試しにインストールしてみるっていうのも結構ありなんじゃないかなと思います。で、じゃあこの Final Cut Pro っていう編集ソフト、なんでそんなに時短ができるのか、その時短ができるっていう根拠と、あとは僕の使ってるちょっとねおすすめのまあプラグインだったりとか、こういう風に時短してますよっていうのも最後にご紹介していきます。で、まずなんで Final Cut Pro が時短になるのという話なんですけども、理由は4つあります。1個は Mac に画面が最適化されているというところ、2つ目が Mac アプリが使えるということ、3つ目が動作がめちゃくちゃ速いよというところ、4つ目がマグネティックタイムラインですね。この4つちょっと解説していきます。まず1つ目、 Mac に画面が最適化されているということです。他の動画編集ソフト、プレミアプロとかダヴィンチリゾルブって、もちろん編集の画面をいじくることもできるんですけども、一番この3つの中でちっちゃい画面でも動画編集しやすいのはどれかって言われた時に、もうパッと答えられるのがこの Final Cut Pro です。まあ、Final Cut Pro こういう画面で結構シンプルなものになってるんですけども、一番大きく特徴的なのはここですね。この下の要はタイムラインって言われる部分が結構長めに撮られています。割とこうダヴィンチリゾルブとかプレミアプロって、もちろんこういう風にもできるんですけども、右側左側にタブがあったりして、結構ねこのタイムラインっていうのがちっちゃくなりがちだったりとかするんですよね。で、比較するとこんな感じで、やっぱこう左のところにミュートとかそういうアイコンがついちゃうっていうのも、結構その編集スペースを狭くしている要因かなと。そういうのがない分、Final Cut Pro っていうのはかなりですねちっちゃい画面でも使えるようになっています。なんで、まあもちろん iPad ほどちっちゃくなってくると使いづらさはあるかもしれないんですけども、まあ、比較的11インチ13インチの MacBook とかでも動画編集ができるようになっているというのが1個の特徴であります。そして理由2つ目、 Mac アプリが使えるところですね。実は Mac に使えるアプリってめちゃくちゃ有用なものが多いんですよね。で、僕が特に使っているもので言うとこちら、これペーストっていうアプリで、もう何回も動画でね僕は紹介してるんですけども、これ何かっていうとコピペ、
コマンド C でねコピーしたものっていうのをずっと履歴として保存しておけるアプリなんですよね。でそれをさらにフォルダ分けして、保存ができるというものになっていて、僕の場合は Final Cut テロップっていう部分に結構いろんなねテロップを置いています。なので僕はねこの動画とかを編集している時もペーストっていうのを開いてコピペで全部テロップとかを入れることができます。おそらく他の編集ソフトとかだと、まあある程度保存はしておけるんですけども、ちょっと読み込みに時間がかかったりとか、あとは別のタイムラインからコピーしてきたりとか、そういう一個一個の手間があったりするんですけども、こういうね Mac アプリを使うとかなりね効率的に動画編集ができるので、そういう部分も僕はね魅力的だなと思っています。ちなみにこのペーストっていうアプリをプレミアとかね他のソフトでも使おうとしたんですけども、なんかねなんかこう次の日とかになると使えなくなっちゃったりとかするんですよね。で唯一使えたのが Final Cut Pro っていう形なので、おそらくまあこのね Mac アプリとの互換性がいいっていうのも Final Cut Pro のね一つの魅力なんじゃないかなと思います。ケイスケの動画、そして理由3つ目、動作がめちゃくちゃ速いっていうところ。これ僕がね使ってるのはさっきも言った通り M2 Max の MacBook Pro だと言いましたよね。でこういう話をすると、いやケイスケさんのパソコンさめちゃめちゃスペックがいいからじゃないのと言われたりするんですけども、いや違います。僕の場合こちら、はい、M2 MacBook Air ですね。これ Air の方なんですけども、これのほぼスペック持ってないバージョンで使っていました。でこれでも全然動画編集サクサクできちゃいます。 4K の 24p10bit っていう重たいデータでもサクサク編集ができます。なおかついつもね僕のヘルプをしてもらってるフラット君っていうね、アシスタントの子がいるんですけども、フラット君が持ってる PC に関しては M1 MacBook Air なんですよね。しかもスペックも一番低いものなんですけども、それでも 4K の 24bit10bit っていう重たいデータでもサクサク編集ができています。なのでなんか動画編集ってスペックの高い PC じゃないとめちゃめちゃ動作が重いよっていうイメージあるかもしれないんですけども、 Final Cut Pro に関してはそういうのがなくても全然 OK です。まあ、ただどうしても古い MacBook でやるっていう風になった時に重たいんですよねって言われることもあるんですが、この Final Cut Pro にはバックグラウンドレンダリングという機能も備わっていて、ここのね左上の Final Cut Pro っていうところから設定ですね押すと、でこの再生っていうところのレンダリング、ここのねバックグラウンドレンダリングっていうところにチェックを入れておくと、重たいデータもまあちょっと軽いデータに変換しながら編集してくれるというような操作ができます。なので自分のね PC がちょっと古いものだったりスペックの低いものだったりしても、このチェックを入れておけば基本的にはサクサク動くという感じになっております。ただねこのバックグラウンドレンダリングって一個注意点があって、めちゃくちゃ容量食うんですよ。要は元の動画データともう一個軽いファイルを生成してるみたいな感じの動作になるんで、こっちのファイルがめっちゃ重くなっちゃうので、ある程度ストレージがある人じゃないとねちょっと使えないかもしれないんですけども、ぜひちょっとパソコンのスペックに不安のある方は使ってみてください。ちなみにごめんなさい、もう一個だけ、あのバックグラウンドレンダリングをオンにしていると結構キャッシュっていうのが溜まっていくので、さっき言ったね、動画の要は軽いファイルってやつなんですけども、それをこのライブラリっていうのを押した状態でファイル生成されたライブラリファイルを削除っていうところで、ここでキャッシュをクリアできます。なので定期的にねキャッシュクリアしてあげないと、もうすぐに MacBook のね、データがパンパンになってしまうので、そこだけお気をつけください。続いて最後、 Final Cut Pro が時短に最適な理由4つ目なんですけども、4つ目はですねマグネティックタイムラインですね。これはあの賛否あるんですけども、僕は結構好きです。昔ね僕もこの方式慣れなかったんですけども、今ではめちゃめちゃいいと思う。さっきご紹介したプレミアプロ、ダヴィンチリゾルブ、ファイナルカットプロ、この3つの動画編集ソフトあるんですけども、この中で唯一ファイナルカットプロだけがマグネティックタイムラインっていうね、仕様を採用しています。どういうものかっていうと、素材を並べてみます。仮に例えば昨日の CPL フィルターの、例えばね、この動画を出してみて、この動画に素材を並べてみようとよいしょした時にポンと入れると、左端から並んでいきます。わかります？ここにねスペースを空けることはできないんですよ。はい、こうやって左寄せで並んでいきます。このことをマグネティックタイムラインって言われたりします。まあ、ここの間にスペースを空けたいよって時には、こういうね背景とか別の要素を挟んであげると、もちろんねスペースを空けることはできるんですけども、基本的には左端から詰まっていくという形になります。でいやいや簡単にスペース空けたいじゃないっていう意見もわかるんですよね。でそういう意見もわかるんですけども、このマグネティックタイムラインのいいところっていうのは、素材を上書きすることがないっていうところなんですよね。
もうこれね、動画編集してる人分かると思うんですけど、プレミアプロとかダヴィンチリゾルブ使ってる時に間違えて別の動画の上にポンと置いちゃって下の動画素材消えちゃうってことがめちゃくちゃ多いんですよ。本当にめっちゃあるので、それがファイナルカットプロの場合は、例えばこの上にね素材を持っていったとしても、ピュッと間が空いてね、こうやって素材が入ってくれるので、本当にそういう一回並べてしまった素材が消えるってことはないので、そういう安心して作業ができるっていうところも、このマグネティックタイムラインのいいところだなと思います。ということで、ファイナルカットプロが時短に最適な理由4つ紹介してきました。まとめると、Mac に画面が最適化されてるよってところ、 Mac アプリが使えるところ、動作がめちゃくちゃ早いよっていうところと、マグネティックタイムライン、この4つですね。で、これを踏まえた上で、じゃあ時短するために僕が使ってるちょっとしたテクニックも一緒にご紹介していきたいと思います。ケイスケの動画で、僕がご紹介するテクニックは大きく2つあります。まず1つ、テロップは買っちゃえ。なんかテロップをね、ゼロから作ろうとする人いますけども、買った方がいいです。絶対にクオリティ高いものができるし、かつ自分のね、好きなようにカスタマイズもできるんで、ベースは買った方がいいのかなと僕は思っています。で、僕のおすすめする、動画の素材サイト、テロップとかのね素材サイトをご紹介しておくと、僕はモーション VFX というサイトを使っています。はい、こういうサイトですね。ここにはまあもちろんプレミアプロとかダヴィンチリゾルブとか、そういう他の動画編集ソフトのテンプレートもあるんですけども、ここにファイナルカットプロ用のテンプレートも置いてあります。このファイナルカットプロっていうところに行って、ここからいろんなプラグインが取れたりするという形になります。僕が主に使っているところで言うと、M ローワーズバーですね。まずはここからかな。このローワーズバーっていうワードが海外で言うとテロップって意味らしくて、これですね。はい、この M ローワーズバーっていうのを買って、普段のここにあるテロップとかっていうのも、自分でカスタマイズして、さっきのペーストっていうアプリに保存して使っています。バイナウ79ドルなので、まあ約1万ちょっとですね。ってすると、ここにですね、僕の場合は M ローワーズバーがまあこうやって何個あるんだ、50個入っていて、この中からまあ好きな色味だったりとか、大きさっていうのにカスタマイズして保存するという形で使っています。他にも僕が買ってあるところで言うと、 M コールアウトっていうね、こういうなんていうの、あの吹き出しみたいなのを作れるものだったりとか、 M アニメっていうやつですね。まあ、これあんま使ってないけど、こういうなんかちょっとコミック調のやつだったり、はい、こういうね、吹き出しだったりとか、あと M トラッカー 3D とか、結構ねこの辺のは全部買ったりしています。あのね、動画編集してる人を見ると、自分でちょっとケチって作って結果クオリティの低いものができちゃうっていうね、最悪なパターンが結構いろいろあるので、大事なのは結果だから、結果的にその動画が素晴らしいかどうかっていうので全てが判断されちゃうので、過程ではなくちゃんとね結果にコミットできるように、こういうね、テロップとかっていうのはあらかじめ買っちゃうのをおすすめします。まあもう当たり前のように時短にもなるしね、一回買っちゃえば解禁なんで、それ以上課金する必要もないので、ぜひね買ってみてください。これが時短の一つ目で、時短二つ目はマウスです。これももう僕は何回も動画でね言ってると思うんですけども、僕が使ってるマウスはですね、ロジクールの MXL5 というトラックボールですね。ここのね色をちょっと最近変えたんですけども、もうこれがおすすめ中のおすすめ中のおすすめトラックボールって慣れるのって言われるんですけども、まあ1週間ぐらいで慣れます。あのこうやってね親指で操作するタイプなんですけども、このねトラックボールタイプのマウスって本当に手が疲れにくいし、あとは作業スペースが狭くてもね全然作業ができるっていうのもメリットとしてあるので、マジでおすすめ。プラスしてここら辺のね、ボタンですね、こうこのホイールも右に倒したり左に倒したりとかできるんですけども、この辺だったりとかここのボタンだったりとかに任意のショートカットっていうのを保存できます。なので僕の場合はこのホイールを左に倒せば素材がカットできるし、右に倒せば素材が消えるというような動作にしているので、もうここだけで素材のカットっていうのが全てできちゃうという形になります。もう一回動画編集を始めたら、ここからもう手を動かさずともこの指先だけで全部ね、動画編集が完了しちゃうくらいの感じなので、マジでこのねマウスはおすすめです。これもう本当に3年前とか4年前とかに買ってもボロボロなんですけども、それでも僕はねこれ以上のマウストラックボールはないかなと思うぐらいのものなので、ちょっとさすがに古くなってきたんで、あの新しくもう一回ね、MXL を買おうかと思ってるところではあるんですけども、まあそのぐらいおすすめなので、ぜひね皆さんも買ってみてください。ケイスケの動画ということで、時短テクご紹介していきました。全部ね、今回ご紹介したものを概要欄に貼っておりますので、皆さん時短したい方は、ぜひですね、概要欄から見ていてくれると嬉しいなと思います。
その他みんなのねおすすめの時短テクもあればぜひねコメント欄の方でも教えていただけると嬉しいなと思います。ということで今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あるチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、宮古島から帰ってきまして、だいぶ日焼けしました。このね首の後ろがやっぱ日焼けしちゃうんですよね。僕がギリギリ行った時には全然ね梅雨なのに雨降らないというね奇跡の感じだったんで、またドローンの映像とか他のね写真の映像とかもね動画にしたいと思います。お楽しみに。